合宿8日目には町のホールで発表を行い、成果を披露しました。私たちは、ここ福島県南会津町におきまして、8月20日より8月30日までの10泊11日間夏合宿を行わせていただいております。練習の際には町の方々に多くの声をいただき、普段元気を与えるはずの私たちが逆に町の方々に多くの元気をいただくことが多々ありました。本日の成果発表会でそんな町の皆様に少しでも恩返しができれば幸いでございます。また今の4年生は3年前の1年生の時、同じようにここ福島県南会津町におきまして夏合宿を行わせていただきました。そんな1年生であった私たちもここ奥入り交流館におきまして本日のように成果発表会を行わせていただきました。そんな4年生の成長した姿にも皆様ご注目ください。それでは最後の最後までお楽しみください。ありがとうございました。それでは第1部吹奏楽ステージ開演でございます。こんにちは。第1部吹奏楽部ステージ司会を務めさせていただきますのは1年部員竹原でございます。どうぞよろしくお願いします。成果発表会は吹奏楽部の4学年で行う初めてのステージです。合宿前から練習を重ね支え合いながら取り組んできました。本日はその成果を存分に発揮したいと思いますので、ぜひノリノリでお楽しみください。本日の成果発表会でお送りする曲は生き物係の気まぐれロマンティックです。この曲は春の東京六大学野球の応援の際にチェアリーディング部が踊るバンド演奏曲として使用していた曲で、本日の成果発表会のために特別にドリルバージョンにアレンジしました。一度は聴いたことのあるメロディーに乗せて次々と体型移動するメンツと可愛らしく舞うカラーガードに耳でも目でも楽しんでいただけること間違いなしです。企画進行はドラムメジャー熊谷優香、ガードチーフ丹羽ひかりでお送りします。皆様歌詞を口ずさんで手拍子などを交えながら最後まで